和の時代空前のブームを巻き起こしたボーリング。弥彦村には半世紀にもわたり愛され続ける老舗のボーリング場があります。しかし娯楽の多様化、新型コロナや燃料費の高騰などで経営が圧迫、苦境に立たされながらも今も愛され続けるボーリング場を見つめました。弥彦村の大鳥居を抜けるとそのボーリング場はあります。古びた外観に少し傷んだ大きなピンが目印、弥彦ラビットボール、今から50年以上前に誕生しました。支配人の増田義之助さんです。ピンをセットする機械、オープン当初から頑張ってる機械ですね。入れ替えとかはしてないんで。やっぱり変えたいところはいっぱい出てきてますけど、なるべく費用を抑えて。コロナ禍で売り上げが9割以上落ち込んだラビットボール。さらに電気代は2倍ですね。ピンも結局輸入で買ってくるんで、値段はもうどん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 上がっちゃってる感じです。年季の入ったボール、ピンには至る所に傷が。燃料費や物価の高騰もあり、新しい道具を入れる余裕はありません。消耗品関係全部値上がりしてるんで、厳しいですね。昭和の時代、空前のブームが起こり、幅広い年代に親しまれてきたボーリング。しかし娯楽の多様化などで年々利用者が減少。ピーク時に全国で3700を数えたボーリング場は6分の1ほどまで減りました。県内ではピーク時およそ50カ所ありましたが、この20年で15のボーリング場が閉鎖しています。ラビットボールでも13年前、売り上げの減少などを理由に前の経営者が店を手放しました。一時は取り壊される話もあったといいます。そこを引き継いだのが当時別のボーリング場で働いていた増田さんでした。ボーリング業界の衰退を少しでも止めたい、そんな思いがありました。新潟県内もすごいボーリング場減ってましたんで、ボーリング場がなくなってしまうとシニアの方とかは遠くになっちゃうとどうしても足がないんで、ボーリングやめちゃうっていうことになるんで、少しでも残したかったなっていうところですね。ラビットボールは200人を超える会員で支えられています。2つのレーンを使い黙々と投げ続ける男性。足がすごいでしょ。もう思ってるんで。それだっても全然ダメです。燕市からほぼ毎日通っているという須貝さんです。今年の初め、嬉しい出来事があったといいます。初めてボール作ってもらって、練習何ゲームか投げて夜の大会で300本、全てのフレームでストライクを取りパーフェクトを達成したというのです。プロから教えてもらったボールを買って、本当プロから掘ってもらって、その当日にパーフェクトなんです。そんな須貝さんに熱心にアドバイスを送るのはスタッフの佐藤正史さん。ここで働きながら現役のプロボーラーとして活動しています。プロボーラーになる前からずっとドリルの仕事はしてたので、それでパーフェクト出るなんてもう最高ですよね。とても嬉しいです。
構仕事冥利に尽きるというか、まあ、やってて掘ってよかったなって思いますね、うん、新潟市内のボーリング場で働いていた佐藤さん、その魅力に惹かれ20代半ばでプロを目指し始めます。そして30歳の時、念願のプロボーラーのテストに合格。しかし大会に出向いたりとかして、まあ、全国あちこちに出向くので宿泊、遠征は、まあ、もう自腹なので難しいですね。もう本当一握りの世界だと思うので、賞金などのほとんどは大会の遠征費などで消えるため、プロ一本で生活することは難しいと言います。まあ人生もうまくいかないですよね、やっぱり思ったようにいかない。ボーリングもそうです。客足が途絶えた午後、佐藤さんが行っていたのはレーンのオイル掛け。ラビットボールでは毎月1回オイルの塗り方を変えているといいます。お客さんの、まあ、ボーリングのレベルアップ、同じレーンばっかり投げてもやっぱり同じとこ投げるだけじゃないです、上達しないんですよ。表示もしてあるんでお客さんそれ見て、あ、こういう感じだなって把握してボールを選んだりします。ボーリングの楽しさを伝えたい、いろんな人に伝えたい。夜、ボーリング場には次々と客がやってきました。リーマイボです。ハウスボールは使いません。ロボットですよ。メカニック開かれたのは、シニア会員の月例大会です。参加者の多くがラビットボールの創業当時から通い続ける常連客だといいます。生きがいみたいな ね、楽しみ。私はもうここ行くの、この年になってもうあれだね、このボーリングが生きがいで来てるようなもんで、ボーリング仲間のみたいね、憩いだよね、憩いだ ね、うん、下手ではいいのね、ここ来るのが楽しみ。旦那よりもボーリング出るのがいい。よく言うよ。でこう新潟のシルバーボールとか向こうも通った時ありますね、ミナイボールとか。でもね、全部なくなって、なくなって、なくなって、そうそう、ボールできなくなったら死んでもいいな。それぐらい。不思議な魅力を照らし出すボーリング、いつでも身近にありました。日曜日のこの日、オープンと同時にやってきたのは多くの親子連れ。この地域ではコロナ禍前までは年に1回ラビットボールで子ども会を開くことが恒例になっていました。感染状況も落ち着き、子ども会が再開されてきているといいます。勝ってます。勝ってる。こういうの久しぶりなのですごい楽しいね。またその子たちが親になって、その子どももできるような感じだといいと思うんですけど、親子って楽しみの場がやっぱり少ないんですよ。カラオケとかもないし、だからやっぱり子どもたちが遊んだりだから続いてほしいですね。やっとなんかボーリング場らしくなってきた感じで、ずっと静かにしたんで。
小さい時から、まあ、シニア結構高齢になってもまだできますので、まあ、一生できるスポーツかなと、まあ、古くはなってますけど、まあ、できるだけ建物を残していきたいなとは思ってますね。かつて娯楽の定番とも呼ばれたボーリング。はい、行きます。はい、チーズ。取り巻く環境は厳しいけれど、今も愛され続けています。そしてこれからも。